き場いかがでしょうか、まずカメラマンの、まあ、カメラマンといいましょうか、美香さんの本当の、心の美しさがとても出てると思いますので、そういうふうなところを皆さんが感じ取ってくださって、温かい気持ちになってくださると嬉しいなと思っているような感じでございます。美香さんいかがですか。そうですね、今回も本当にこうあっと思う時とか、自然体といいますか、え、いつ撮ってたのっていうようなお写真があったりとか、ポージングをしてわざわざ撮るお写真というよりも、どちらかというと自然な感じのいつもの雰囲気で姉が撮ってくれていたので、とても撮られやすかったというかですね、なかなか見れない表情とかもあると思いますので、楽しんでいただければと思います。ってことはご自分の気がつかないところでも撮られてた。あ、むしろその方が美香さんは美しいんです。例えばこんなポーズをしてって言っても、それをこう何かすごく作り込むような人ではないので、はい、反対にざっくりとそこに座ってとか、それを撮ってとかって言ってるようなような感じの方が、はい、例えば私がコンタクトレンズを落としてしまったので、そこのところにあるかしらって言ってると、本当にこう這いつくばって探してくれたりとかその後ろ姿が撮られていたりとかですね。なるほど、はい、そうですね、はい、どのくらい期間撮り続けてたんですか、これ完成するまで。海外でのロケももちろんそうなんですが、それ以外でも割とこう自分の中で、あ、これは撮っておきたい瞬間っていうものがあった時には撮ってました。なんかこうちょっとお昼寝してたりとかですね、着替えていたりとか、別にこう姉の前で着替えていたわけではなくて、姉がさーっと入ってきてなんかカシャカシャっと撮って出て行ったりとかするので、あ、今の何だったんだろうっていうようなお写真とかもあると思います。あ、そうですか、はい、恥ずかしがりというかシャイなので、撮ればよって言った時にちょっとヌーディーだとちょっと躊躇するんですよね、はい、だけども普通に何でしょう、本当に自然な時の方がもうほとんど天使の感じなので、ぜひとも皆さん身近に天使の美香さんを感じてくださると嬉しいなと思います。ヘアヌードということですけどね、はい、そうですね。でもそれすらも、はい、私たちは実は全くその意識をしておりませんで、なんかヘアヌードだからこそなんかすごい緊張してとかどうとか、何でしょう、いやらしげだとかそういうことなんてのは微塵もなく、どちらかというとボルゲーゼ美術館の何でしょう、女神の像とかそういうふうなものも全てあれは皆さん何も一心まとわぬ姿ですよね。そういうことだと私は考えております。私たちが一番気をつけてますのが何でしょう、何かしらセクシーなものとかそういうふうなものを撮りたいときって、どうしても女性特有の媚びとかがあると思うんですが、私たちの生活感の中では媚びという名前のものが一切ないんです。なのでむしろ自然とこう女性も男性もスッと入ってこれるようなものになっております。私が最もこだわったのが表紙です。あ、表紙、はい、この表紙が私が一番好きな美香さんですね。あとは、オンエアできる、あ、そう、できるものです、もちろん、もちろん知ってます。お気遣いありがとうございます。だからどれがオンエアできるか。はい、そうですか、ね、最悪モザイクかけます、はい、そうですか、ね、あ、これね、これが本当はすごい好きだけど、これはできないです。それはちょっと難しいですね。よくよく見ていくと全部オンエアできない。でも自分たちではすごい自然かなと思ってるから、どうかな、すごいね、すごいね、選んではいるんですが、ちょっと待ってくださいね、これかわいいかなって、それにしましょうか、どうですか、あ、これすごくいいです、これね、大丈夫そうです、これは、はい、全然大丈夫すいません、もし期待外れなのであれば、はい。